よしは続きやっていきましょう。えー、前回は右側の部屋に入りましたら閉じ込められてしまいまして、謎の赤い青鬼に襲われてバッドエンドになってしまいました。知事では左側の部屋に待ち人がいるとか言ってましたけれど、こっちから見て左でいいのかなとりあえずそれを信じてこっち側先に調べてみましょうか。誰かいるのかなこんにちは。あれ誰もいない。ピアノ鳴らない。これなんだろう扉 扉ではなないのかなこのなんか水晶みたいなのもあるしこれなんだろうねああ誰ああお前はサトミって言うんだサトミ大丈夫かサトミって顔じゃねえだろお前ミランダとかさそういうカタカナっぽい名前にしてお願いだから私見たのよあんな気持ち悪い生き物見たことない人のように見えるけど体が大きくて不気味な色なのはあはあ俺も見たよさっき 俺も見たぜとにかくこの館を出ようあなのに力で勝てるわけがない知力では勝てるはずだよきっとね早く逃げましょうよあ,あ2人で逃げようぜでも他のやつらを探さなくちゃそれまで鍵をかけてここでじっとしているんだえさすがに籠城はまずいって分かったじゃあ早く行ってよ籠城は死亡フラグだよああ,あちょっと待ってえー、これを拾ったからやつが慌ててたように追いかけてきたわきっとやつらにとって大切なものなのよ 何かの役に立つかもしれないから待ってて。それを持ってたら襲われるってことは俺が襲われるようなんじゃお前 <laughs>。何に押し付けてんだよ。オカリナをもらった時のかなえーと、オカリナ。俺は得意だ。I am good at this <laughs>。いきなり自慢されてもよくわかんないけど、オカリナ、どっかで鳴らすのかなこれ使ってみるあ、使えないか。多分どっかで鳴らすんだろうね。楽譜か何かがあってその前で使うと弾けるみたいな、ありそうだね。 この部屋は特に何もないのかなち人がいるって言ってたけど、あ、アビブー、ちょ、ちょっと待って、何なんだよまだ出口の方近づいてないよ。いいから、ちょっと来て。えな、何おい、密室だからって何すんだよ、お前ちょっと。<ー><あ> <laughs> まさか本当にしてくるとは思わなかった。な <laughs> んだよ。うふふ、頑張ってのキスよ。川崎くんには内緒ね。なに、俺川崎くんと付き合ってんの それなののにに俺にキスしたのやめろお前ちょっとそういうの人間関係こじれるから嬉しかったけどさへへへアビブったら顔を赤くしてウブなんだから違いますアブです <laughs> ウブじゃないですアブですそうだ鍵をかけておかなくっちゃえっもう操れるようになったんだけどまだアビブなんだけど俺えアビブが女装したの俺ははは姿形は女の子なのにこれ絶対フラグじゃんやめてよちょっとセーブしとこう絶対これさ閉めようと思ったら襲われちゃうんでしょ最後のキスになるんでしょお前あっ鍵か,かけたあっかけら 髪の毛で耳をくで尻尾を隠してるけど私にはすぐにわかったにゃえまさかこの館に猫族の子が来るとは私もこんな化け物になってしまったけど元は猫族の女だったにゃさとみちゃんが猫族だったってことなんだろうこの部屋私一人って気がしない薄気味悪いわそれもなんか耳の部分隠してるっぽいもんねやはりわかるかい 猫族は感覚が鋭いからにゃ。え、じゃあ、さとみちゃんもやられたらこんな化け猫になっちゃうのどうだいこんなのが出てきたらお前の体は無意識に動いてしまうだろう。じゃらしかなじゃらしかなあっネズミだ。何カウントされてんだけどこれ捕まえなきゃいけないのにゃん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 。ネズミだにゃんにゃん。ちょ、こいつ早すぎる。ええどういうこと何それジャンプ力。え何何、何遊んでんだよお前。2匹になったんだけど。何、何、何、何え、時間経過。あ捕まえた。 食べてんんだけどここいつ <laughs> <laughs> そんな無れ何,何匹食べたらクリアとかそういうことなの家具もジャンプできるみたいだけど、これは多分うまく利用するんだろうね。これでうまくジャンプしていって、こいつら素早すぎだろちょ。ちょっと無理じゃね。えどうすればいいのえー、となんかどっかにはめたいんだけど、どっかにはめたいんだけど、ど捕まえやすいポイントがあるはずなんだよな。ここです。でも若干俺の方が足早いから、頑張って見極めれば取れるんじゃないか。およおし,よいしょっけナイスで もう掴んできたぜお前。オッケーナイスあっいけないネズミを見るとついこうなっちゃう。すごい顔してんだけど。おっ最高記録だって挑戦回数1回。これなんだろう ?1 分以内とかだったのかなもしかしたら。これでクリアってことやはり猫族はそうじゃなくじゃな。えー、なんだね。もう一度やりたいって顔してるじゃん、にゃかにゃ。え、どういうこともう一回やったら記録アップしてアイテムもらえるとかありそうだね。ちょっと頑張ってみよう。コツは掴んだから大丈夫です。こいつを追い詰めて、ほっ。 OK! ーー完璧 !18 秒 <laughs> ああ、いけないネズミを見るとついこうなっちゃう <laughs> 完璧じゃん !18 秒って素晴らくないえ、やりたいやりたくないやりたくない <laughs> 何なのあ誰怖すぎるお前が化け物じゃなきゃ完全におい、里美俺だ開けてくれなんだアビブかアビブも食べちゃおうよ猫族のねの、ザラザラした舌でおいあ、開けた開けた他の二人は見つかったまだだ じゃ、なんで来たのでも血ついてんじゃん、唇。なんでって。まあ、心配だから、たまに様子を見に来たんじゃねえか。早すぎだろ、お前 <laughs>。てか、一緒に行きゃいいじゃん。ごめんなさい。心配してくれたのね。ありがとう。それにしても、お前、何、ハはハ言ってたんだ。興奮してたの、ごめんね。うん。で別になんでもないわ。暇だからちょっと、体を動かしてたのさ。夜の運動してただけだよ。え、それと、唇が妙に赤いけど、何か食ったか 何か食えそうなものがあったら俺にも食わせよういやネズミはちょっと寄生虫とかが怖いからやめた方がいいってな何言ってんの何も食べてないわよ今からあなたを食べるつもりなのよそうかじゃあ行ってくる頑張って気をつけて今のイベント何だったの必要 <laughs> いらなくないかとりあえずセーブしておきましょうかね何だろうねこう今の記録によって何かが変わってくるのかなうーん特に何も変わっていない 入れなかったところ一応散策してみましょうかねあ開いた普通に開くんじゃんこれさっき何で開かなかったんだろうワインの瓶が割れている誰かに壊されたのあ誰かいたのか怖いなこれ氷の床地面が突き抜けるとかないよね何もなさそういつもネギが置いたの何なんだろう火がついているな人がいるのか それにしても肉の香ばしい匂いがするどっから匂ってるのちょっと嫌なんだけどここえだ誰か焼かれてんじゃないお前が焼かれてんじゃないかどういうことえ煙出てるよん匂いが消えたこっちじゃないのかあ匂いのことを表してたの <laughs> えどっちどっちもう一回出してけあもう出ないこっちじゃないのかクンクンやっぱりこっちかその悪役化をやめるよこれ罠なんじゃないの大丈夫完全に湯気出てるけどこれなんだキノコマッシュルームかなこっちが何もないおこの奥でもなさそうだ あ、でも一応調べときたいんだけどな。この奥ではない。んゃこっち側こっち側入れないね。やっぱりこっちか。あなんか出てきたよ。え、全然違う方向だったじゃん。<laughs> 左側でクンクンとか言ってたのに。え、いいんですかごちそうになって。いただきます。うひょうまそうさっきどうして気が付かなかったかな。ともあれ、腹が減っては戦はできる。待っていこう。こ,こ、んにちは、あお,ーおにちゃん。<laughs> 私が、何に開いてちょっと待って。肉だって。ミート。いざという時のために。いざという時今がいざという時なんじゃないこれを餌にして。ダメか。ちょっと待って、出口開けてお前。これぐらいのおさだったら大丈夫下の方に行け、ね。もう一度、下、下、オッケーオッケー,ッケー。これで行けるはずだおーしよ、オッ,オッケーオッケー。ナイス。なんでこいつ待ってくれんだのすげえいいやつ。で、うわーん。で、これ出ると早くなるんだよな。どうしよう。さとみちゃんのところにおびき寄せるか。ははははさとみちゃんと、ちょっと待って、じゃーん、無理だ。 せっかく逃げ延びたのに2匹になった後が勝負なんだろうな多分そこで2匹にされちゃうと俺余けようがねえんだよなあーまたちっちゃくなったちっちゃくなった早すぎるお前くー間に合え間に合って OK であネ猫ちゃん助けてくれないこっち側はおあっよいたいたいた <laughs> なんかカサカサしたのがいるんだけどえこれ開けられるのあそこに光る何かがあるな何としても取れないものか 一回出れば追いかけてくるとかないかなえ、ちょ、っと右側。猫ちゃんがいるところは安全とかありそうじゃない猫ちゃんが守ってくれるか。こっち側は開かない。こっち側はいけない。そしてセーブしよっか。あれ多分何かしらのアイテム。肉を使うのかなじゃあ。肉を使っておびき寄せて。それかオカリナ。どっちか使ってみるか。えっ、ー、と、アイテムで。まずオカリナから。お閉めた。オカリナの音でお,しお,お,おとなしくなった。そんなことあり得るの <laughs> とりあえずこれに行って、拭きながら取るんだ。なんだ光ってるから何かと思えば、ただの手袋か。まあいいや、持っていこう。ちょっと待って、大丈夫なの怖いから。早く、な,なんで拭かないの早く閉めて閉めてね。ね閉められない。もうゴキブリが荒ぶってんじゃん。えーっと、手袋。檻の中から手に入れた。いきますか。出てこないよね。大丈夫だよね。あ、出てこなかった。なんだったんだろう、あいつら。見かけ倒しな。もう一回入ったら襲われるとかありえるあ、ちゃんと閉めてやる。誰が閉めたんだ君たちが閉めたの。はははは優しいね、君たち。めっちゃ近づいていくんだけど、なんか。 檻の中の動物を見るように。OK。いいサムネが取れた。<laughs> サムネ選定に困らないゲームで素晴らしいよ。さあ、肉をゲットしたけど、どっかで使うのかな右側のこっちあいつ、あの、赤鬼みたいなのをおびき寄せるために使うとかありそうだけど。おい、さとみちゃん。おい、さとみ、俺だ、開けてくれ。うん。大丈夫他の二人を見つかったまだなんだよね。どこ行っちゃったんだろ、あいつら。この肉をどっかで使うんでしょどこで使えばいいんだろうここはもうアイテムないんだよね。 さとみちゃん肉いらないダメか。じゃあ他の2人を見つけるまではさとみちゃんに会えないってことね。どこにいんだろう右側の部屋じゃあ行ってみるか。もしかしたら肉を使えばいけるかもしれないからね。こっち側。閉められてるあ、閉められてるやっぱり。ちょっと上のやつ取ってみるかじゃあ。よっ。で、えっと、指輪をはめない選択肢ほっ。えー、っと、できるのかなやめておく。でもやめておいたら何もできないんだよね。 猫ちゃんは何とかできるって言ってたから、もしかしたらこれなんとかできると思うんだけど。ダメか。あ地震何ああ開いたくっぱーって開いたよ。ここに入ってればいいのもしかしたら。あ、それで、逃げ延びてる間にあいつが来るから、ああ、来た来た。あ、でも色が違うね。で、こいつが、どっか行くまで隠れてるったとか。何遊んでんだよお前。<laughs> 陽気か普段の、普段こういうことして遊んでんだろうね。何急にって言ったよ。 ここに何かあんのかなで、そっち側のベッドでもなんだろう、キシムベッドで優しさを待ってるのかなバンのスプリングを確かめてるんだろうね <laughs>。多分弱まってたら買い替えようみたいな。ニトリに行かなきゃみたいな。そういうノリなんでしょ開けないの大丈夫。え終わった。なんで揺らすのバカなんで揺れたんだよ、今お前。え何、なにこれマジックションみたいになってるとか実は右側の炭酸に繋がってるとか。クッパー。あ、開けないで。あっ。 え人形ということやっぱ下に脱出通路みたいなのあんのかなおうひゃー危なかったー手品で使われてたってことなのかあれなんで俺こっちから出てきたんだあラルフも分かってないんだ。どういうことだろうアビブだ、間違えた。<laughs> この人形何びっくりした。ただの人形かよ。お兄ちゃんを助けてあげた私にただの人形とは何を喋ったー まあいいわ。お兄ちゃんこそ私たち霊体を解放できる勇者だと信じてるわ。ここでやられると霊体として彷徨って閉じ込められるとかそういう設定があるのかな。毛荒々しい人形なのに、妙に人間っぽい目で見つめてきがある。エロい。もう女心がわかってないわね。こんな姿をしているけれど、前はれっきとしたかわいい女の子なんだからね。それで、お兄ちゃんにお願いなんだけど、私の夢を叶えてもらいたいの。写真を一枚撮るだけなんだけど、 それまでこの部屋から出してあげないんだ。写真写真を撮りたい。えー何、何携帯とか持ってる今。肉でさ、朱印押すとかダメなんか、ここ調べてたけど、ここなんかないの何もなさそう。あ、これ撮れ。え <laughs> どういうこと体が出てきたんだけど。今ので撮れたの念車みたいなことしてくれたのかなえ、い、e、いのツーショット写真みたいな。あれあ、もう、出れるのかなこれで。 感想はなし、ありがとうと。あ、お兄ちゃんありがとう。私の心の中だけに映る写真だから、見せてあげられないのが残念だけど、私、大切にするわ。これ呪われたとかないよね。あ、ねえ、猫さん、そこにいるんでしょこの写真、見たくない見たいでしょ <laughs> そんなもん、私は。え、何見たいにゃ、見たくない。なんでお前の選択肢が俺が選ばなきゃいけないんだよ。 いや、それ見たいよね。見たくないか見たいかだったら。どんな写真か見てみたい。お願いします。えそんなに見たいじゃあ、特別に見せてあげるわ。怖い、怖いよ。目ヘらじゃん、このこのお子ちゃまはこんなもんで満足にゃんだってさ。勇者さん、早くこの子を解放してやっておくれにゃ。 なんなのこのホラーゲーム <laughs>。もう狂気に満ちてるわ。やめてほしい。じゃあ時間もいい感じなんで今日はこれで終わりたいと思います。とりあえずまだね、何の手がかりもゲットしていませんけれど、手袋をゲットしたんで、これをどっかで使うんでしょうね。あとこの肉もどこで使うのか未だにわかりませんけれど、次回解明していきたいと思います。はい、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。